はい、ありがとうございます。じゃあ、画面共有しますね。さて、画面見えておりますでしょうか。あありがとうございます。めっちゃパソコン、今、冷やしながらやってますけど。はい <laughs> だいぶ熱持ってくるんですよね、チームと立ち上げてるとね、はい。それでは私の担当を今から始めていきたいと思います。今回は SharePointSyntex を使ったドキュメント管理ということで SharePointSyntex っていう言葉をご存知ない方もいらっしゃると思いますけれど要は AI を使っていかに効率よくドキュメントを管理していくかと。で管理って言ってるのは業務プロセスに載せていこうと。 といいうところが目的ででですすただ保存して終わりではないですその部分をぜひ、えー、今回お伝えしたいなと思うわけですね。さあ、えー、ではまず最初にスポンサーの方々のご案内です。まあ、ここに書かれているスポンサー企業の方々の講演のもと今回のイベントが成り立っております。で今回のマイクロソフト365バーチャルマラソンは、えー 今回ですね、日本チームが3回目の参加でというか、全体でも3回目で、ちょうどあのコロナ禍から始まっての3回目になるんですね。で、あの私の方で日本チームを えー、一通りですね取りまとめをさせていただいている状況で、えー、今回セッションが全部で32セッションということで非常に多いセッション数になってますがそれを、まあ、こういったスポンサーの方が支えてくださっているとで今回、の録画が、えー、YouTube にこの後上がっていくんですけれども、えー、と YouTube へのアップロードが 毎回です、ね、このイベントはみんなあのボランティアでやっているのでなかなか忙しくてあの録画が上げられないという状況も去年なんかあったんですが、えー、こうしたスポンサーの方々のおかげで、まあ、そういったあのちょっと ね、資金をもとに、えー、業務委託をそこの部分だけして、業務っていうかね、アップロードのところだけ委託して、今回は早めに多分 YouTube に上がってってくれるんじゃないかなと思いますが、まあ、なんせ300セッション以上あるので、気長に皆さんお待ちいただければと思います。さあ、それではですね、私のことを簡単に自己紹介していこうと思います。で、えー、改めまして、平野愛と申します。 もともとマイクロソフト認定トレーナーっていうのを10年ぐらいやってましてエンタープライズのサーバー製品が主な担当製品でしたでシェアポイントに関してはもう18年とか9年とか20年近くやってましてでマイクロソフト MVP っていうのを17年連続受賞で、まあ、2004年からなので17年18年 連続受賞というのを、えー、させていただいている状況です。でお仕事としては2008年に独立をしてで今、えー、今というかもう十何年も経つんですけど、えー、主人と2人で細々とお仕事をしていてオリジナル研修の実施とかあとはあの一社向けのちょっとしたコンサルティングっていうか、まあ、家庭教師みたいな感じでお手伝いをしたりっていうところが主なお仕事になっています。 であの書籍をようやく去年の年末に出すことができて、一目で分かるシリーズっていうのが、これで、えー、全部で6冊目になるんですけれど、えー、年末に出しましたので、もしかしたら今回、ご参加の方々の中でもあ、持ってるよって方もいらっしゃるかと思いますが、えー、今日お話しする内容も絡みますので、えー、ぜひご存じない方はお手に取ってみていただければなと思います。それから、あとはツイッターですね。 えとブログなんかもやってますのでそちらもぜひ、えー、結構仕事の情報ばっかりなのでツイッターもマイクロソフト365絡みのところを、えー、いろいろつぶやいてますのでよかったらフォローしてみてくださいさあ次にいきましょうで今日ねあのさっき溝端さんの方で今日あの導入部分のモデレーターやっていただいてあの私なんで押すでしょうみたいな感じで前振りがありましたけどえっ、ー、と盛りだくさんです 毎回そうなんですけど。で一応、前提条件等々ご案内しておきますで。ファイル管理の基礎知識があることを今回、前提としていて、初心者向けではないです。で対象者としては、えー、どれだけこう大量にあるファイルを効率よく保管できるか、再利用できるか、そこが、ね、今回のターゲットだと思ってください。でみんなの もらったファイルとかって、まあ、どこぞに保存してっていうのはしていくわけですけど、例えばそれをこう一生懸命、転記したりとか、ただ保存して終わってるとか、結構あるんですよね。で、データなんて、ただ置いてたって、あんまり意味がなくて、それをどうにか使わないと意味がないわけですね。そういったデータをいかに活かしていくかっていうところが、今回の一つのテーマだと思ってください。 だからね、えーと、今回の話は、もらったデータをいかに保存して、次の業務に活かすかなので、みんなで寄ってたがって書き込んでいくっていう感じの話ではないです。そう保存、保管のところが割と中心かなっていう感じですね。 でドキュメント管理をしていくにあたり、これはあの先月も私が一つちょっと自分なりのテーマとして、ツイッターとかフェイスブック、あフェイスブックじゃないな、ブログなんかにも上げてきたんですけど、ファイル管理の考え方っていうのを抜本的に見直していかないと、業務改善ってできないんじゃないっていう話を、1ヶ月ぐらいかけてしてきたんですね。 で皆さんが思い描いているのって、ファイルサーバーを長く使ってきているので、それが正解で,で、それをそのままシェアポイントの中に持ち込もうとしちゃうわけですよ。フォルダを作って、どうやって柔軟にアクセス権を管理できないかな。でね、そこの階層を作って柔軟な管理っていう言葉に、実はえそれ違うんじゃないっていう話が含まれていて、柔軟な管理って言ったらね、聞こえがいいんだけれど、 あの複雑なんですよで細かい管理をしていかなきゃいけないので、で段階の世代も、ね、抜けちゃっててで、人手もどっちかって不足してきていて、だけどデータ量は山ほど増えていってるっていう状況で、果たして、ね、細かい権限管理をしていくのが正しいのもうちょっとね、情報管理ってシンプルに人手をなるべくかけずに、カチッと管理できるように目指すべきなんじゃない でそういうのを考えていくと、探しやすさも含めて、フォルダを使った階層管理に頼りすぎてるもう思い込みが、すごく今、問題だなと思っていて、そこにちょっとこう一石投じたいなって思ってたんですね。で、それがあって、まあ、先月からそういったストーリーをちょっとお話しできていて、であのブログのほうにも、そのファイル管理機能をどう使っていくべきかっていう。 ちょびっと、ね、小論文みたいな感じでブログを書いているのであのまだご覧になっていない方がいればぜひ読んでいただければなと思います。ということで階層管理を極力せずにじゃあどうするのっていう。で結局そこで言いたいところっていうのはやっぱメタデータっていうものなんですね。であのメタデータって要は分類するときの属性って言われるものって ですまあ、本なんかだと人文科学歴史とかいろいろこうカテゴリーってやつがありますよね。だけどファイルのねそういったカテゴリーって1つにとどまるのかっていう話があって本来複数の属性っていうのはあってしかるべきだと書籍だって雑誌でもあるけど英語のねえっ、ー、と 英語の学習教材かもしれないと、2つのカテゴリーをまたいでいることだってあるわけです。ということで、フォルダーっていう1つの入れ物、これ、1つの属性になるんですけど、そこに放り込んで管理していくことに限界があるんじゃないかと、もうちょっとね、複数のメタデータっていうのを持たせたいと。で、ここでメタデータっていう言葉を、まあ、先月もずっとツイッターなんかでも出してきてたんですけど、メタデータってやっぱり言葉としてね、なかなかこう馴染みがないので、ピンとこないと。 そこからちょっと掘り下げないといけないなと思って、まあ、こんな絵を描いてるわけです。で、メタデータって言葉自体、耳に馴染みがなくても、触れてはいて、もうファイルの内容以外に、どんな情報をファイルに持たせてあるっていう、そこがね、属性とかメタデータって言われるもので、皆さんがよく馴染みがあるのは、ファイル名だったり、作成者名だったり、更新日だったりっていうのがあるわけです。で、ファイルサーバーなんかだと、こういったものを、 持たせてはい、終わり、あとフォルダー名で。だ手がかりはね、フォルダー名とファイル名ぐらいなんですよ。だけど、もうちょっといろいろ情報を持たせようや。ファイルはこれはどういうものかっていう概要説明がちょこっとあるとか、ですね、ドキュメントはこれは見積書なのか契約書なのかパッと見て分かるとか、見積書番号がパッと見れるとか。 こういった情報を持たせたいんですね。あるいは、この文章は機密情報なんで、えー、とどれぐらいの機密度なのかっていう、機密度のレベルなんかも設定してあげると、極秘なのか、社外秘なのか、いや、社外に出してもいいという一般なのかとか、そういったところもひっくるめてメタデータなんですね。じゃあ、これをシェアポイントに置き換えたときにどう考えるか。で結局 シェアポイントのドキュメントライブラリというところでファイル管理していくわけなんですけど、そこにいろんなね、x c e l みたいに列を追加できるわけですよ、ファイル名以外に。 もちろん、もともと持っている属性としては、ファイル名とか更新者とか更新日ってあるんですけど、それ以外にも、自分で Excel みたいにね、列が追加できるわけです。ここにある例だと、コンテンツタイプって、ちょっとタイプっていうところが点々点になってますけど、これがドキュメント種類を表すものだったり、顧客ですね、クライアントっていうやつは顧客、契約書の種類だとか、こういうのをね、情報として持たせてあげると。ファイルの一覧自体が もう大腸管理も兼ねちゃう。だその大腸開けば、ファイルそのものもパッと開けるし、でそこに関する、ね、いろいろ説明事も出てくると、こうしとくと、パッと見でね、すぐ分かるわけなんですね。だから、こういったの列をうまく使ってあげれば、本当にフォルダーってそんなにたくさんいるんだっけみたいなところが。 出てくるわけですでフォルダーを皆さん使っていると分かると思いますけど階層構造が、ね、深くなっていくともう、ね、特に人の理屈で作ってあるフォルダーって何がどうなってるか分かんないんですよ。自分が使う分にはいいんですよ。もう自分が分かってるんで人とやるとねなかなか難しくてでそれがもう何千人とか何百人とかいう規模でやっていくとあれだあれどこにあるんだっけってなるわけですね。でそれを なるべくさせたくないと一覧でパッと見せたいしいちいち開かなくても見当がつくっていうのもすごく大事なとこなんですね。でドキュメント管理の戦略としてシェアポイントを生かしていこうっていう話でここはちょっと流れを書いたんですけどまる、あ、あね、えっと、ま,まず最初、まあ、基本方針として 欲しいのは、まあ、なるべく階層化しない方向でいかないと、ついファイルサーバーの発想に戻るので、一旦そこをちょっとこうやめて、フォルダがが、ね、絶対悪ではないんですよ。必要な最低限は作っていいんだけど、あのフォルダ作り始めると、まあ、慣れた方向にみんな流れちゃうんで、一旦フォルダなしの方向で階層化しないと、サイトとかライブラリでうまく分けていくってことをまず頑張ると。でよく言うのが、各、ね、ファイルサーバーのフォルダーって、 えっと情報がフォルダごとに割とちゃんとまとまってはいるので、場合によってはもう、フォルダ単位でサイトを作るとか、フォルダ単位でライブラリを作るぐらいの勢いでえ考えてもらっていいかなと思います。で、メタデータはね、ライブラリごとに種類をこう変えていけるので、こんな種類のライブラリにこんなメタデータっていうふうなセットで考えていくといいです。で、このメタデータ考えるときの2つ目のとこなんですけど、考えなきゃいけないのはまずね、 これってどういうファイルっていうのを割り出さないといけないんですよ。契約書見積書提案書とかね。で、もし契約書だって言うんだったら、じゃあこれの説明書きって何が必要だっけ契約書の番号だったり、契約者名だったり、えー、と契約日だったりっていう情報をこう載っけとくと見やすいかもしれないとか、見積書なんだったら、見積書番号とか、ね、えー、金額とか、そういったものを出したい。 ということで、どんな種類のファイルなのかが決まると、どういった属性を出しておくと分かりやすいかなっていうのが見えてくるんですね。だこの2つをまずこう、絞っていかなきゃいけないと。で、課題なんですよ。じゃあね、そういったメタデータを抽出していきたいっていう話があるんですけど、人の手でやるのっていうところが。 問題なわけですよ中身を開いて、あ、これは契約書だとか、これは何度だって、それは見りゃ大体わかるでしょうと。だけれども、見ないとわかんないわけですよ。大量なデータをね、一個一個見てて、人の手で仕分けていくとかで、このデータはこういう情報なんで、えっと、顧客 ID がこれでとかっていうのをコピーして、転記していくとか。少ない人数でね。 大量のファイルを扱っていくのに、さすがにそこ人手をかけられないというか、そうすることが効率がいいと、とても思えないわけですで。そこで一番下のところに出てくる話、AI をできるだけうまく活用しようと。で、ドキュメントの判定なんていうのは、AI がね、やっぱ得意とするところなんですね。だから、AI を使って、これは契約書なの、見積書なのっていうのを学習させて、判定させて、見積書なんだったら、こういう情報を中から。 抽出してきてで、台帳にパパッと登録するところまで AI にやってもらおうと。その AI の機能がシェアポイントシンテックスなんですね。でね、このシェアポイントシンテックスのいいところっていうのは、コーディングが一切いらないんですよ。で、今日ちょうどあのジャパニーズ A のお部屋の方で、えー、パワープラットフォームを割と並べて今回セッションやってるんですが、えー、そこにも関わるところで、 今回のこのシェアポイントシンテックスっていうのは、あの、パワープラットフォームが持っている AI ビルダーとか、パワーオートメイトを使います。使うんだけど、ほとんどね、自動生成してくれるので、あんまり細かい知識がなくても、割とさっと作れちゃいます。で、もちろん、パワーオートメイトな何だの知識がしっかりあれば、なおさらいろいろ困りが利くようにはなるんですけど、 全体的なとこ分かったと思いますで。シェアポイントシンテックス3つの機能をデモベースでバばっと今からお話ししていこうと思うんですけど、まず1つ目です、ね、フォーム処理モデル、これは定型文書を扱うもので、ドキュメント理解モデルは非定型の文書を扱うもの、あとコンテンツアセンブリっていうのは、えー、既存データをうまく、もう,1回こう一回いったんばらして、それを再構築して新しいファイルを作っていこうという,こうリユースの発想です。そう この3つを、ね、今からちょっとお話していきます。でまず、フォーム処理モデルなんですけど、これ、年末に AI ビルダーっていうものの,そのフォーム処理モデルっていうのが日本語対応したので、一応ね、日本語が使えるっていうふうにはなってます。で請求書なんかの決まり決まった形のデータを分析して、で情報抽出表という話ですね。でえー、機械が、 ライブラリーに放り込まれてるってファイルを、これは見積書だね、請求書だね判定してくれて、で、請求書だったら、請求書に必要な情報、ファイルの中から抽出してきてくれると。でね、これ、これだけで終わらなくて、抽出して終わりじゃなくて、それをね、シェアポイントのリスト、マイクロソフトリストとも言いますけど、そっちに放り込むところまで自動化ができるんですね。 だここまで自動化がノンコーディングでできるので、あとはそれをどうかあの煮こうか焼こうかみたいなところは、さらにそのビジネスプロセスを、ね、どういうふうに作っていこうかなというところにあの集中して考えていけばいいわけなんですね。さあじゃあ、でもやっていきましょう。でね、細かい、えー、と作り方は今回ご紹介はしません。 もうデモの時間、そんなないので、だからあの大事なところだけエッセンスだけご紹介していくので、そこから先はまた興味があればご自身で掘り下げていってみてくださいね。さあ、それではデモしていきましょう。結構ね、時間がなくなってきているので、サクサクいきますね。よいしょ。で、出来上がりのところからまずはお見せしていきますね。はい。で、えー、っとですね、まずね、インボイシーズ。まあ、日本語対応してるとはいえ、 一部、ちょっと英語の部分残ってますが、これね、今もうすでに1回試したやつなんですけど、PDF のファイルを置いたら、そこの中身を抽出してきて、これ請求書だねっていうのを判定してくれると。判定されると、ドキュメントの中から契約番号とか請求先とか、請求日とかをパチパチっとこう出してくれるっていう仕組みになってます。この PDF なんですけど これね、マイクロソフトさんの方でサンプルデータ用意してくれてます。これね、AI ビルダーの方に用意してくれていて、面白いんですよ。スキャンデータを使っていて、いろんなパターンでサンプルデータ用意されてるんですね。でね、これはまともなやつだな、割と。 そうこれあの割とまっすぐ系なんですけど、ちょっとね、斜めにずれてもちゃんと AI が認識してくれるように、斜めにずれてるやつもね、あったりするんですね。そう、これなんかもそう。そう、ちょっとね、斜めにスキャンしちゃったデータとかでも AI がしっかり認識してくれるっていうものです。で、ちょっともういろんなパターンで本当はね、これもこれもほら動くでしょうってお見せしたいんですけど、まあまあ、 ちょっと一個だけ動かします。で、中身、日本語で作ってるファイルをちょっと用意しているので、それを入れちゃいますね。入れて、一旦ほったらかします。よいしょ。だからなんかメールとかの添付ファイルもらったら、ここに放り込んどきましょうと。でね、放り込んだらもうね、AI がこう分析始めてくれるんですね。あともほったらかし。で、 ちょっともう種明かし先にやっていきます。でもうほっときが動いてくれるので、で午前中、今日は、えっと、ジャパニーズ A の方で、吉田大樹さんのセッションでもちょっと途中まで同じようなデモがやられてたんですけど、まあ、見てない方もいらっしゃると思うんで、まあ、途中までいきましょう。ここの、ね、自動化のところにフォーム処理モデルっていうのがあって、ここから処理を、ね、動かしていくんですね。で、まあ、いろいろ細かいところはさておき、えー、抽出した、あの 請求書の表になっている部分をリストに書き出すとかっていう設定も、ここでね、パチパチって設定しやべえんですね。で、ほら、リスト作るとなると、列とかも作んなきゃいけないんじゃないと思うでしょ列も勝手に作ってくれるんで大丈夫。で、AI ビルダー立ち上げて、もうね、割ともう、ポチポチボタン押していけば、うまくいきます。 でも3つやろうとしてるからな間に合うかな。よし行きましょう。で、えー、モデルの編集ですね。ほ本当はね1から作るところからお見せするといいんですけど今日はもう3分クッキングでいきましょうある程度できたところからいきます。 でえーっとね、ここが抽出したい項目を、まあ、ここで、ね、自分でフィールドの追加っていうので、追加していって名前とかつけていくんですよ。請求書番号とか、えー、っと請求先とかで。ここで追加した列が、ドキュメントライバルの列として、パチパチっても自動生成されていきます。ここね、連動してくれるんですね。で、どんな項目抽出したいかなっていうのを決めたら、学習させるためのドキュメントを、えー、っと最低5つ以上、えー、用意しておきます。 で、用意したら、それをね、今度はちゃんと学習させていくと。これ請求書で、で、ここがね、とかっていうのをね、抽出させていくんですね。そここは請求書番号だよ、とか。っていうふうにしてあの、ファイルの数だけ、あれこれのパターンで教えてってあげるわけですよ。だそうすると、そうかそうかって AI が学習してくれて、まあ、うまいこといくってでね、えっ、ー、と、テーブルデータなんかも面白くて、 さっき作ったんですけどね。そう。えっ、ー、とね、一旦消そうかな。で、えっ、ー、とね、ここのところに、ね、ビート選ぶわけですよ。で、選んで、明細にしてあげて、これね、規定だとここが高度なタグモードってやつが外れてるんですけど、こういうのをしてあげると、商品名、これはね、ハンドル付き GPS で、次が、 こ,こだねとかね。あ、そうそう。でね、もう次へ次へといけば、勝手にこう入れてってくれるわけですよ。入ったかな入ってないか。そうそう。というか、あ、そうだ、ごめんなさい。嘘を言っていた。ちょっと待ってね。よいしょよいしょ。ここ、象形じゃないじゃんね。ここが象形が、ここじゃんね。ま、ちょっと今、順番が <laughs>。 入れ替わっちゃったけど、本当はここの単価のところがすいません、こっちですね、料金のところね、ちょっと画面ちっちゃいけど、そうそう。まあまあ、こんな感じでね、認識させていって、で、最終的にはこれをトレーニングして、で、終わりっていう流れになるんですね。で、一旦ちょっとこれ、もう、このままちょっといきます。で、これでね、トレーニングするってしてあげると、学習が始まるんですよね。で、学習が終わったら、 ちょっと画面閉じますね。そう。ただ、一応今まだあの学習、き終わってないんで、終わるとね、ここに公開っていうのが出てきて、公開すると、そこのライブラリで使えるようになるっていう動きなんですね。で、ただ、これだと、えっ、ー、と、データ抽出がね、まだ完成しなくて、ここですね。あ、ごめんなさい。こっちら。あの、一旦開けしようかな。 そうモデルを作ってで、その後ね、このモデルの仕様っていうのが、公開前に出てくるんだ。そうそうで、これをね、ポチっと押すと、あのパワーオートメイトをもう自動生成してくれます。必要な処理がね、全部終わった状態で。ここのフロー作成のボタンを押せば終わり、データバースとシェアポイントとのコネクタを使って、フローを作ってくれます。そんな知識がね、なくても、もう、わとパパッと必要なことを揃えてくれるんですね。 で、まあ、実際、フローどんな感じなのっていうと、もう出来上がっているのがあるので。で、あのこのフローは全く手を入れてないです。自動生成されたまんまで、どれぐらいやれるのかなっていうことで試しているので。ということでね、こんな感じでファイルが作成されたら、で、条件がね、PDF とか。 PNG、JPEG なんかの画像認識してくれるので、こういったものを条件に AI が動いてくれると。この Predict っていうのが、これがモデルが動いて、中をこうちゃんとサーチしてくれるっていう機能ですね。ということで、こういうのが動いて、でデータ抽出してくれるぞっていうのがここのわけです。じゃあ、出来上がってるでしょうって言って見てみると、ちゃんとさっきの請求書 C がちゃんと抽出されていて、で、 M365VM 日本語チームとかってファイルの中身なんですけど、それをちゃんと抽出してきてくれてると。で、あとはそうテーブル情報の表示ってあるんですけど、これね、ここに用意しているリストに吐き出すように作っていて、あのテーブルの情報を、ね、ちゃんと抜き出して一件一件こうリストのアイテムとして登録してくれるんですね。そうということで、これが、えー、フォーム 処理モデルっていうやつです。PDF とか画像とかからちゃんとデータを抽出してきてくれて、で、次のプロセスに渡せると。まあ、これは今、リストに放り込むっていうところまでですけど、こうやってデータが取り出せてるんで、いろんなシステムに渡せそうだなっていうのがお分かりいただけると思います。しかもあんまりね、知識がなくても大丈夫っていさでは、続いてのところいきましょう。あと2本。いけるかな頑張ろう。 とこででフォーム処理モデルでした続いて、ドキュメント理解モデルというのがあって、これは非定型型の文章を判定していこうという話です。これね、残念ながらまだ日本語が見たいようなんです。で、英語のドキュメントだけでちょっとやりますけど、まあ、どんなものなのかなというところを体験していってください。ね、理屈は一緒で、中を学習させて、 で契約書なの今回、契約書でやるんですけど、契約書の中身を抽出してきて、で、えー、パチパチパチって列をこう埋めていくってことをやるんですけど、この、ね、ドキュメントリカイドモデルはあの、秘密ドラベルも設定できるんですよ。で、これはマイクロソフト365のコンプライアンスセンターってあるんですけど、それを使って、あの場合によっては、 中に機密データが含まれていると、えー、クレジット番号だとか、そういう,こう顧客情報なんかが含まれているので、社外に漏れては困るというようなものは、ファイル自体を暗号化して、ね、外に持ち出しが簡単にはできないようにしたりということができるんですけど、その、ね、ラベル設定というのも自動化します、だから契約書って判定されたら、これは機密データって判定をすると、人の手を借りず AI でやろうということですね。 で今回ね、ただたださっきの,あのフォーム処理モデルと同じような感じになるとつまらないので、シナリオがあります。とは言っても、これ、私が考えたシナリオではなくて、シンテックスの Microsoft のドキュメントに上がっているシナリオを、まあ、少しだけアレンジをしてますけど、えー、それを使ってます。なので、今からやるデモは、ご自身でも m i c r o s o f t クス見ながら試せるところではあるので、ぜひチャレンジしてみてくださいね。ということで、Teams 連携。 やっていきますチームズからファイルアップロードしたら、ドキュメントが分析されて、で承認フローが回って、承認するとリストにデータが登録されるっていう流れにします。じゃあ、ドキュメント理解モデルっていうの行いきましょうです、ねであの。あらかじめ用意しているファイルなんですけど、ちょっとなんかブラウザ版にしちゃってますけど、この 英語版の契約書、これをね、使います。で、これ中身ね、あの普通に契約書じゃないですけど、わざわざ私が機密データ扱いにしたいので、Visa の,のダミーのクレジットカード番号を入れてます。そこ認識してくれると、これ機密データじゃんって判定してくれるといいなっていう話ですね。で、もうあらかじめ、ま一応仕込んではいるんですけど、いきましょう。でね。 あのここにあコントラクトマネジメントっていうサイトを用意してるんですけど、これね、えー、とご存知の方はご存知のマイクロソフトルックブックっていうサイトテンプレート集みたいなのがあるんですけど、そこに出てるものをそのままちょっと,、えー、と多言語設定で日本語に切り替えて使ってます。ある程度ね、これ、あのもうサンプルがいろいろ用意されてるんですけど、そこにちょっとアレンジ加えてるんですね。で これがね、デモ用のデータ。このね、あのカード形式のこのビューは、昨日のセッションだと、てっちゃんさんが列の書式、ビューの書式っていうのをセッションでやられてましたけど、JSON ってやつを使って書くんですけどね、ここの JSON 生成のところもシンテックスがやってくれるので、JSON の知識がなくても、こういったカードはね、作ってくれます。ただ、自分で作ることもできるので、いろいろとね、ここはこうアレンジを加えてるわけですよ。 で、ここにいろいろとこう、ロジックを組んでるんですが、一旦出来上がっているところからお見せしたいので、そちらをね、えっと、お見せしていこうと思います。で、ちょっと、チームズを立ち上げましょう。ブラウザ版でいきます。チームズ、チームズだからな。いけるかなあ。あ、水俣さん、ありがとうございます。そう、o ックブックね。そこに、シンテックスシリーズがね、2つほどテンプレートが今、追加されているので。 はいえー、画面が出てきたと思いますけど、これ、契約管理っていうチームにしていて、で、コントラクトデモっていうタブを追加してるんですけど、これ今お見せしていた、あ、こっちじゃないな。こっちだな。この契約書デモっていう、このドキュメントライブラリーをタブで貼ってます。まあ、ここにアップロードしていけばいいよねって話ですね。で、先ほどのように、こう、ビューがね、いろいろ用意されてるわけですよ。されてるっていうかしたんですけど、 じゃあここにアップロードしましょう。だから、なんか仕事でファイルをもらってきましたって言ったら、ここのタブにファイルを放り込んでおけば、あと、よしなにやってくれるんですね。そうでね、もうアップロードすると、こんな感じで上にさっきと同じようにこう分析してますって出てきますよね。であと、放っておけば、中身ちゃんと抽出してきてくれて、うまいことね、いろいろとパチパチっと設定してくれます。 そうで、タグ付けだなんだとかもやってくれるんですけど、今ね、ドキュメントってなってますね。まだ解析終わってないのでそ、解析終わると契約書として判定されるはずです。で、ここちょっと時間が若干かかるので、一旦ロジックの方をお見せしていきましょう。よいしょ。でですね、今度はね、このドキュメントライブラリーなんですけど、 まこっちからでいいな。ここう。ここのね、コントラクトマネージメントっていうサイトは、コンテンツセンターっていう、また新しいシェアポイントのね、サイトテンプレートっていうのがあって、それがベースなんですね。で、コンテンツセンターっていうサイトテンプレートで作ったサイトは、こういったあのモデル作成の機能が標準で追加されてるんですよ。で、ちょっと前までは日本語なかったんですけど、もう日本語である程度ね、準備されてますね。で、契約書のモデルっていうのここ、こ 作ってるんですけどでこれも、えっと、契約書を学習させないといけないので、トレーニング用のファイルいくつか用意してあげて、でで学習させると。で学習させた後に、えっとに中,中身を抽出しなきゃいけないので、エクストラクターって中のデータを抽出するんですね、契約書番号だとか契約書の種類だとかで、あとはドキュメントライブラリに適用すると。 一つね、モデル作っとくと、複数のドキュメントライブラリに使い回していけるんですね。まあ、同一サイトっていうのが前提ですけど。で、えっ、ー、と、まあ、ちょこっとだけ流れを見ていただくと、こんな感じですね。ここにもうサンプルで用意しているファイルがあるので、これをね、ポジティブかネガティブかって言って、人の手で一旦判定していきます。で、ここが、ね、契約書だったらはいを押す。そうじゃなかったら家を押すと。で、 契約書じゃないファイルも最低1個用意しとかなきゃいけないんですね。そあの正解ばっかりじゃなくて、間違いも教えてあげることで、学習の精度が上がるので、だ最低、ね、6ファイルいるんですよ。正解ファイルが5つ、間違いファイルが1つ。で、ここでポチポチポチって設定をしていったらです、ねで、次、トレーニングをさせていくんですね。で、このトレーニングをしていくんですけれど、 例えばあの、こんなキーワードがあったら、必ずあの契約書だって判定させましょうみたいな、キーワード設定とかもね、しておけるんですね。いくつかここに用意してるんですよ。な名前なんでもいいんですけど、ドキュメントの中にアグリーメントっていうキーワードを見つけたらとかね、か前後関係にこういうキーワードがあると、多分このファイルって、 約書なななんんじゃないいみたこことをこれでで、ね、学ばせるんですね,こねファイルのどの辺りから抽出するのとかも、ね、こう決めることができるんですね。先頭部分だけ見せるとか、そうファイルの末尾だけ見せるとか、なかなか、ね、面白くて。で、こうやって一応学習させて、あとまあテスト実行してで、うまくちゃんと判定しているようだったら、一応まずはドキュメントの種類の判定が終わると。で、終わったら次に あの、そうね。あ、ごめんなさい。それと、あとこれだ。一つ前のところ、これで抽出するやつを見つけとかなきゃいけない。はい。で、えっと、契約の種類だなんだとかっていうのは、ちょっと一つ前のところですね。ドキュメントの判定と、すみません、ここのところで抽出するキーワードをここで載せてあげると。さっきの範囲のところ、ごめんなさい。私が、うっかりミスですね。そうそう。これはね、あの、 そうそう。ああ、もう一回、あれだな。やっちゃってるからな。まあ、一個作るか。あの、抽出したい言葉を見つけてくるんですよ。だから、例えば、何がいいかな。まあ、不明とかにして。えっ、ー、とね。 そうここのね、アドベンチャーワークサイクルズとかっていうのがあるんですけど、これがね、役者の名前なんですよね。そう。なので、まあ、これをちょっと抽出したいと。でね、この言葉を見つけたいんだけど、前後関係のキーワードを まあなんかここで入れてあげて、そこからこう割り出させていくみたいなことをね、するんですね。そう。で、まあまあ、いろいろこういうことやりますということだけちょっとお伝えしときます。で、事前にちょっと出来上がっているものをお見せしていきましょう。ごさエクストラクター、ここですね。エンティティ抽出。そう。ちゃんとね、ここは。 出来上がっていて、そう、エクストラクターの設定のところがね、ごめんなさい、さっきそうね、これがエクストラクターだね、こっちがね、正しいやつだ。失礼。で、あ、テンパってんのあのね、ごめんなさい、ちょっともう一回、もう一回説明します。<laughs> いかん。えっとね、ごめんなさいね。トレーニングの、ごめんなさい、分類詞は、分類詞はいいんだ、いいんだ。そうそう。これはね、そう、あの、 こんなキーワードがあったら契約書だっていうのを見つけますで OK で,でそのあとごめんなさいここだエンティティ抽出紙でそうそうここで、えっと、決めていくんですよ今って、えっと、クライアントっていうやつをちょっと今ね選んでたんですけどそうどれにしようかな契約書の種類にしようはいう今ちょ このファイルのこのコンサルティングアグリーメントって書いてるところが、えっ、ー、と、顧客、えー、と契約書の種類だよとかって学ばせるわけですね。ちょうど学習してないファイルがあるから、一回やっておきましょうね。やっぱり時間越してきた。で、このね、サービスアグリーメントのところを押して、で、これで OK なんで、一旦これでトレーニングに戻して、じゃあ、この 今選んだコンサルティングアグリーメントのファイルがどっかにあると思うんだけど、そうそうあサービスアグリーメントかいろいろあると思うんですけどそうで、ね、これが正しく理解できるように前後関係にどんなキーワードがあるかとか、えーまあもう まさにこんなキーワードがあれば、そ,そのキーワードを抽出してね、みたいなことを、えっ、ー、と、付け加えていくんですね。だから、ここがね、そうなの、ここがそうなのっていうふうに抽出したいとこをね、選んでいくんだけど、それだけだと、もう違ったところを認識しちゃうかもしれないので、前後関係によるキーワードも一緒に教えてあげることで、 見つけ出すす精度を上げていくんですよどっちみちね、やっぱ定型文書じゃないので、文脈で見ていかなきゃいけないので、その単語に近しいところにあるキーワードパターンみたいなのを教えてあげなきゃいけないんですね。ここがね、すごい微調整が必要なところでめんどくさいんですけど。で、あとはね、これをあの好きなドキュメントライブラリに適用するっていうのは、ここの画面上でやっていくんですけどね。で、先ほども言った通り、ごめんなさい、えっ、ー、とね、ここだな。 このね、あのドキュメント分析モデルっていうのは、コンプライアンスの機能がサポートされてるので、この契約書ってやつを見つけたら、秘密度ラベルと保持ラベルと、両方設定をしてくれるようにもなってます。っていうか、自分で作れますね。さあ、じゃあちょっと巻きでいきましょう。で、先ほどアップロードしたファイルが、来ましたね、来ましたね。そそそうそうう ということで、えっと、ミリアン・グラハムさんのファイルですけど、えっと、パフォーマンスアグリーメントっていうファイルだよっていうことで、契約書の種類だ、なんだっていうのが、ばばっとちゃんと見つかっているのがわかると思います,です、ねで。社外費のデータだっていうふうに機密ドラベルも靴だけですね。で、これね、ファイルがアップロードされてで、契約書っていうふうに判定されたら、パワーオートメイトのほうで承認依頼が投げられるように作っているので,です、ね、 この今、挙げたパフォーマンスアグリーメントのファイルをここで承認してあげると。で承認が終わると、承認したデータが、ここの支払いリストのほうに入っていて、次の支払いこれねっていうふうに情報が流れていくって。ここのリストに、ね、一部のデータをコピーしていってるんですねで。ファイルアップロードして分析して、そこから必要な情報を抽出してきて、でそれをきっかけに承認フローを回して、で確認が取れたら、 次の処理に渡していくっていうようなところが自動化できるんですね。で今見ていただいた通り、ちょっとね。途中の設定は少し慣れが必要で。そう、5問も被ダメしてきた。はい。ただ、あの設定しちゃえば出したことない感じですね。さあ、じゃあもうちょっと時間来てますが、そうそう。 で,でね最後はコンテンツアセンブリっていう機能なんですけどあの既存のリストとかドキュメントライブラリの列の情報とか用語セット、ワードテンプレートを組み合わせて既存データを使って新しいデータを作るとワードのテンプレートを使うんですけど自分で作っていくんだけど 既存のリストデータ、から読み取って、で、こうワードに、ね、データを流し込んでいって、新しいファイルを作っていくっていう、既存データを一旦バラして、もう一回新しい形に組み立て直すっていう、まあ、リユースの発想がコンテンツアセブンにですね。で、これもね、デモしないとなかなかイメージつきにくいので、ちょっといきますね。ここはね、シンプルなんで、デモすみません。質問の時間がちょっと微妙ですね。よいしょ。 あ、水本さん、ありがとうございます。そう。で、えっ、ー、と、ここのところにね、今、モダンテンプレートの作成っていうのがあって、これを使ってあげると、簡単にね、あの、モダンテンプレートっていうのが作れるようになるんですけど、どんなものかって結論から先にお見せすると、受講者証明書っていうのはここ今用意してるんですけど、その前に、既存リストの使い回し、参加者リスト、 今ね、NHK で鎌倉どんなやってるか一応、鎌倉シリーズ。で、えっ、ー、と、受講者リスト、コース情報とか入ってますと。で、こんなのがあったり、あと、コース一覧があったりとかするわけですよ。実際、うちでやってるコースの一覧だったりするんですけどそう、こういうのをちょっとうまく使い回そうぜっていう話ですね。よいしょ。でね、よいしょ。 これもね、設定だけなんで、全くもってノンコーディングです。はい。で、これもテンプレートなんですけど、決まったところだけがいじれるようになっていて、もうここね、アテンディーネームって書いてあるでしょ。これ、既存リストからの選択肢だけ出てくるんですよ。まあ、基礎吉かとか選ぶわけです友巴御前株式会社というのが入ってくれると。で、開始日だとか終了日だとかですね。ここもリストと連携してるので、 そう受講したコース情報とかビット選んであげて OK。スタート、エンド入ってくるわけですね。で、コースタイトルも入ってくると。あとは、この受講証明書の発行日を今日の日付にして、あと、ここでファイル名変えられるので。で、あと、作成ってやると、これでね、新しくファイルが出来上がるわけですよ。 こんな感じで,でこの作成って、まあ、まあこれで出来上がってるんですけど、これね、じゃあこのファイル、メタデータ抽出できるかって実はできなくて、でさっきの,あの文書処理モデルをちょっとここに組み入れました。でね、自分でこうオンデマンドで分析もできるんで、これで分析します。 で日本語がどれぐらいいけるかなっていうので、日本語サポートされてないけど、試したんですよ。まあ、上に出てますけど、そこそこね、いけるけどあの、アルファベットと日本語が混じってると、あの結構、ご認識されるので、まあ、もうちょっとかなっていう感じですねそうで。テンプレートの作成のところはね、すごいあの簡単で。 ファイルアップロードだけしてあげれば、なんとかなる感じなんですけど、も時間なくなってきたね。これぐらいにしとこうかなう。一応ね、あ、一回アップロードしていくかな。やめとこう。<laughs> ということで、コンテンツアスプリっていうのがありますっていうことだけちょっとお伝えしときます。さあ、じゃあもうちょっと時間きましたね。やっぱ、やっぱ、この時間にね。はい。さあ、ということで、 これからの、えー、とサポートというか新しい機能の予定なんですけど、えー、と正式サポートは、まあ、あの一応するそうではあるんですけど、まだいつかっていうのは、えー、と未定だそうです。えー、で、えーとね、この後、年内に来るところとしては、基本は英語が一応まずベースではあるんですけど、えーとね さっきのの、えっと、アッセンブリーの機能ですドキュメントアッセンブリーはね、今でテーブルにデータ流し込めないんですけどテーブルにデータも流し込めるので、まあ、ちょっとしたなんか請求書みたいなのをワードで作ったりもできそうだしあと出力が今ワードですけど PDF として保存もできるようになるそうなので、まあね、続々と新機能来そうなのでその辺楽しみにしておいてください。AI サービスですこれシェアポイントシンテックスで事前設定がいくつかいるのでそこはご確認くださいで重要というとこだけ見てくださいフォーム処理モデルを使う場合 AI ビルダーの容量が必要なんですけどえと今月末から AI ビルダーのクレジット割り当とてていうのが更新されてであのシンテックスのライセンスに3 5キロクレジットを追加されてくるようになるのでベッド あのクレジットを今買わなきゃいけなかったところが少しでもハードルが下がってくるのでそこが交互期待というところですね。あと余談ですけど画像のタグ付けの機能なんかもシェアポイントシンテックスの機能です。えー、と画像のタグ付けしてでそれをね手で直せるというところまでがシェアポイントシンテックスの機能なので画像なんかたくさんお持ちの方はぜひこれがあるとねこのタグで画像検索できますから便利です。 ということで今日お話したかったのは、まあ、ドキュメント管理機能のポテンシャルですね、シェアポイントのポンテンシャルをぜひ皆さんに知っていただきたいのと、まあ、こういったいろんな機能が続々来るので、まずそういったもののナレー中の蓄え、環境整備どうしようかなって話と、周りを説得したり、協力を仰いだりして、新しい取り組みに、ね、取り掛かれる準備はしていただきたいんで、そういったちょっと備えをしていただければなと思います。はい、ではすいません あとまあ研修の、ちょっとご案内とかあるので、この辺学びたい方、結構勉強しなきゃいけないんで。うちの研修とかもお越しください。はい。えっと、参考情報とか載せてます。スライド後で共有するので、ご覧いただければと思います。もう実感いっぱいいっぱいですね。すみません。気づいてました。<laughs> うん、もうね、ああ、いかんなと思いながら、ごめんなさい。はい。そんなに質問ないんで、一個太田さんに、うちからこれいいか。まあいいや。日本語が文字。かにスペースが入るのかなって、あの、あれですね。 うん、メタデータ抽出で入れたところですか、ね、そうそう入ってますね、時々ね、なあうん、そこはもうちょっとかなって感じです。はい、であとは、これ、学習に使う PDF はあ、これがあ画像解析からでしたって、自分でそう自己解決したなと思って、あとは試すところって、あのドックスのリンクを私、貼ったんですけど、そこで間違いないです正解です。正解です<あ>正解解でですここですす、はい、ありがとうございます はい、ということで<上>、はいご、ご視聴ありがとうございました。<laughs> 案の定ですね。<laughs> まあまあ、ある程度予想あ。すいません。はい、そうですよね。<laughs> では、ちょっとレコーディング以上、終了とさせてください。はい、じゃちょっと止めますね、はいあ。アンケートへのご協力お願いします。じゃあ、十分で止めましょう。